一人暮らしに必要な13のこと。結婚式のマナー。マナー。ということで、えー、先週のラジオでも言っていたように、私結婚式行ってきました。とっても素敵でした。感動して泣きまくりました。あな、お前が赤いみたいな感じなんですけど。<laughs> まぁちょっとあの、仕事関係の方だったので、いつもお世話になっている方だったので、こう、すごい感動しました。 多分、まあ、失敗は何もしてないと思うんですが、今後の勉強のためにも、あの、そしてリスナーの皆さんにも、これからジュンブライトですし、行くっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、皆さんのアドバイス、早速、メールご紹介したいと思いますよ。ホチャネーム、もときさんからです。ありがとうございます。みなこさん、こんにちは、こんにちは。さて、今回のテーマは、結婚式のマナーについてですが、主に、ご祝儀について、ご祝儀の金額は、 1,3,5で始まる数字の金額を包み、使うお札もなるべく診察を使うというマナーがあります。奇数の数字で始まる金額にするのは割り切れない数字だから、つまり結婚する二人が切れないようにとの意味が込められているからだそうですということで。これ私も大丈夫だった。よかった。